ジャンク。で、また、善次郎なんだけどさ。おい、おい、善次郎お前なんか文句あんのか、もう俺に、お前、この野郎。これでもな、どういうことだ、お前、善次郎よ。ネットのニュースになってて、ツイッターで、ネットのニュースどころじゃねえよ。なんか、スポーツ紙載ってるよ。あ、そうなの？そうだよ。なんか、チャンジャポでね、善次郎が、石の卓球を擁護するような、まあ、まあ、まあ、善次郎呼び捨てにしたって怒ってるらしいじゃねえか。東さんの。おい、善次郎、この野郎。てめえ、いつから俺の先輩になったんだ、お前、この野郎。はぁ、あ、ふざけんじゃねえ。何が太田くんだよ、お前。お前から太田くんなんて呼ばれた記憶一個もないわ。お前、俺のこと兄さんって呼んでたんだよ、当時よ。どういうことだ、お前、頭打ったのか、お前。いや、打ったの、お前ね。え？そう、だから。お前も頭打ったのか？ね、もうね、25年ぐらい会ってもないから、よくわかんないんだけど。いや、あいつは俺らの単独ライブこっそり見に来てて、それで、あれ、ですなとかなんか言ってて、営業先で会ってさ、で、その時はもう外国行くみたいな話で、もうダメですわ、兄さん、みたいなこと、散々俺、あいつの相談にも乗ってんだよ、お前。それがなんだ、あの態度、お前、おなろ。おなんか文句あんのか、お前、善次郎、バカ野郎。クソ、みたいな、ネタしやがって、お前。てめえな、言っとくけど、あの時は言わなかったけどな、面白くもなんともねえんだ、バカ野郎。ふざけんな、お前。だからさ、なんだ、ただ、後輩なの、俺ら。後輩じゃねえ よ、バカ野郎。知らない。あんなの、ペーペーの、ペーペーの若手だったじゃねえか、お前。まあ、ほぼ同期ぐらいの。お前、天祖だろ、お前。ふざけんな、お前よ。なんか文句あんのか、お前、この野郎。文句は多分ちょっとムカついてる。何をムカついてんだ、てめえ。こっちだわ、ムカついて。てめえのこと取り上げやっててやってんだよ、お前。厄介なやつだっつって、お前、俺散々さ、厄介なやつだっていうキャラクターを立てて。太田さん、良かれと思って言ったんでしょ。そうだよ、あいつはな、みんな忘れてるだろうから。あいつのキャラクターも分からせようと思って言ってんだよ、ね、お前。てめえ、それをなんだ、お前。よかれと思って言ったら。何が太田くんだよ、お前。疲れちゃった。俺に太田くんって言った試しねえじゃねえか、お前、この野郎。忘れてんのか、お前。俺とお前の関係。俺忘れてねえからな。おい、善次郎、この野郎。すごいね。何なんだ、あいつ。ね、いや、だから俺も。しちゃってさ、俺。どんな関係だったっけと思ったんだけど。いやいや、ふざけんなだろ。だから、年は俺らが上だね。で、確かに、ちょっと後輩のイメージあったんだ。全然後輩だわ、あんなもん。だけど、なんか。あんな三流芸人よ、お前よ。それは余計なんだけど。日本で受けねえから外国行ったんだろう、てめえよ。ああ、で、のこのこ帰ってきてんじゃねえだ、バカ野郎。いや、それはいいんだけど。なんか、だから、ほら、特にね、関西と関東でなんかほら、年がどうとか言うじゃん、よく。で、大体俺らの関係はあったから、あったからね、当時ね。俺のことをお前、兄さんって呼んでたからな、お前な。俺忘れてねえからな。まあね、普通に年は3つの上なんですよ。我々が。だから普通に。びっくりするわ。ね、そうだよね。うん。だってさ、今田東のとかより後輩でしょ？知らないけど、後輩だろうな。ね。東野と同期なの？期なのでしょ？だから、なんだかどうでもいいけどさ、そんなのさ。まずその、俺と、あいつの関係は、こだわるも何も、あったわけね。過去に俺とあいつの関係はできてるから。そうなんだよね。何が後輩芸人の太田くんだよ。勘違いしたんだよ、多分。何を勘違いしたんだ、説明しろ、お前。アメリカ行ってなんか、ちゃんと説明しろ、お前。時差があったんじゃない？バカ野郎。ムカつくわ、あいつ、ほんとに。ねえ、きっとなんかあったんだろうね。何があったんだよ。いや、だから勘違いする要因があったんじゃない？はぁ？どっかで。20年以上会ってないから、どっかで。会ってないけどさ。後輩だと思っちゃったんだ。忘れちゃったんだろうね。はぁ？抜かしちゃうの？抜かしちゃったんだから、キリコみたいなもんじゃない？キリコ。キリコがさ、キリコは確かに、ね、そうね。だ俺らも今キリコって言っちゃいけないの。キリコさんって言わなきゃいけないから。そんなのどうでもいいけどさ、別にさ。そう、俺らはこだわってないんだけど。ただ俺関係を忘れられたことがなんか嫌だわ、ね。俺らはね、正直その別に一個上だ下だ、もうどうでもいい。はっきり言って、もう三でもいいよ。いいんだけど、太田さんが残念がってるのは、まずは立てようと思って、良かれと思って言ったんだよな、善次郎ネタに。良かれもん、別にね。まあ、あいつのことなんかどうでもいいけどね。どうでもいいけどね。
ただそれを。ただ善次郎って今言ったところで、誰だこれっつってなるだろうから、俺は知ってるよっていうことで厄介な奴なんだあいつはっていう。確かにあいつは昔から厄介で、それでなんだ、いろんなとこと揉めてんだよ、スタッフとなんかと。あ、そうなの？そうだよ。だお前も忘れてんだよな。忘れちゃってて。本当にさ、大事にしろよ、思い出をさ。俺のお前を、俺の本当に宝物だよ。あいつと俺の思い出、あいつは、俺は嬉しかったんだから、俺たち何にも言わずに俺らの単独ライブね、一人で見に来てて、見に行ったんですわ、兄さんって言ってくれたんだよ。あ、そうなんだ、って、お前頑張れよ、アメリカで、って言ったら、そんな思い出が俺にはあるから、びっくりだよ、はっきり言って。そうだね。うん。その俺は全然覚えてなくてさ。俺もいたの。前もひどいよ。その場に俺もいた。だから営業かなんかであったら九州かどっか、どこだかね、あっただろ。いや、話したらもちろんだって共演はしてるからね。爆笑さんのは、毎回言ってますもんみたいなこと言ってたんだよ。あれ嘘か、お前。おい、善次郎、なるほど。なんか文句あんなら来いよ、お前。ねえ。どう、わかんないけどね。なんか。なんかの勘違いだろうな、きっとな。ふざけんな、バカ野郎。俺らは後輩だと思ってたんだね。きっとね。じゃあ、俺の思い出はどうなるんだよ。だから、多分、あの人また頭打っておかしくなっちゃったそんなこと思ってた。あね。だから、頭来ちゃった、ほら。ねえ、うん。びっくりした。俺もだからびっくりしたもん。何や。ニュース、そのなんか、うん、太田くんに、後輩芸人の太田くんに言われて、ちょっと、なんか、ムカッと来たみたいななんか書いてあるでしょ、うん、えって思ったよね、確かにね。うん、関係性は、まあ別に、そんな先輩後輩ってことでもないけど、まあちょっと年下の人ぐらいのイメージだったから。あいつ俺にペコペコしてたからね。うん、だからそれが、なんか腐れ芸人がお前。もう二度とお前のことは口にしないわ、バーカ。あー今日散々しちゃったからね、もうね。これね。ほんとやだ。やだ。ほんとやだ。思い出忘れられるのが一番や。別にいいよ。俺を追ったと言おうが何と言おうが。そんなの。それはいいのね。なんか俺、歳がどこ、うん、関係ない、ね。関係ないから。本当。それ関係ないけど、うん、その大切な思い出を、俺と善次郎のだよ。うんうんうん大切な思い出を、あいつは忘れてるんだと思って、うん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 、俺はショックだったね、それが。本当に。それかもう、その時に、実はもう、こいつ、年、あ、じゃあこいつ、後輩のくせに、みたいな、実は内心思ってた、ね。いや、絶対思ってなかったはず、あの時は。兄さんって言ってんだもんね。だってもう、だって俺らのライブわざわざ見に来てたんだから、そうなんだ、ね。そうだよ、それ勉強させてもらいましたって言ったんだから、あいつは。そっか。うん。それなかったことにすんのかね。忘れてんだろうね。忘れたじゃすまねえ。忘れてる人だもんね、どうかね。冗談じゃねえよ、お前。こっち頭打ったって覚えてるわ、そんなこと、お前。昔の記憶はちゃんとしてるもんな。今の記憶だってちゃんとしてるよ。笑い事じゃねえんだよ。猫桜電車。猫桜電車。覚えてるね。猫桜電車、電次郎。猫桜で電車、電次郎。電次郎になってるから。電次郎実験の人になってるから。やっぱダメですね。電次郎なのかな怒ってんの。あの人は年上じゃない多分。電次郎さんだったら。うん、ねえ、うん。それは怒るわね。